HDR 対応、28インチリアルに迫った映像体験ができる 4K モニターディスプレイを紹介。きたー、新品のディスプレイ。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、というわけでモニターディスプレイを変えました。監督はですね、映像編集をするときに長いウルトラモニターディスプレイを使っております。まあそれのですね、まあサブ的な感じでもう一個あるんですが、それをですね今回買い替えました。まあそろそろ買い替えたかったなっていうのもあるのですが、 Amazon のブラックフライデーで、おー、これはということで買わせていただきました。で、こちらです。はい、ジャパンネクストさんから出されております 4K HDR28型液晶ディスプレイ、早速開封していきたいと思います。ディスプレイを買い替えるのですね、まあ、多分 4,5 年ぶりかと思います。はい、では開けていきたいと思います。おっ、おほうほうほう、よっ、よいしょー、見てよ、おっ、はっ、なんだこれは。はい。おー、ねえ、やっほー。ディスプレイが傷つかないように、もう透明なね、ビニール貼られておりますね。おお。きたー。ふぅー。新品のディスプレイ。やっぱ28でかい。小袋に充電器等が入っております。そして、よし、と。はい、ここにつけます。こういう感じですね。おお、お、簡単ですね。はい。こちらをですね、中見てみたいと思います。保証書、そして説明書、ちゃんと日本語となっております。こちらリモコン、細いですね。まああまり使わないと思うんですけども、まあリモコンもついております。そしてこちらが電源のケーブルとなっております。はい、 HDMI のケーブルが入っておりました。はい、じゃあですね、こちら今回のこのディスプレイなんですけども、機能をですね、紹介していきたいと思います。ぜひ参考にしてください。このチャンネルではですね、映画レビューや商品レビューだったり、自分がおすすめしたいものをプッシュしております。もういいものしか出せません。買ってみてですね、微妙だなと思ったら出さないので、本当におすすめ商品だけを出しておりますので、もしですね、参考になればいいかなと思っております。では、早速商品の紹介をしていきたいと思います。はい、まずですね、型番なんですけども、JNT284CUHDR となっております。液晶のディスプレイのサイズがですね、28インチとなっております。まあ、実はですね、前回のですね、モニターがですね、2K だったんですよ。まあ、フル HD というものですね。で、今回は 4K です。編集で使うモニターに関してはですね、メインも今 2K です。サブの方がね、クオリティが高いというね、はい。3840×2160 です。で、あとですね、HDR 対応してます。まあ、最近のですね、例えばテレビですとかカメラもですね、結構 HDR というものが採用されております。ざっくり説明しますと、明るい部分と暗い部分がはっきりしている。太陽光の日差しを感じられるっていうのが HDR の特色です。他にも、フリッカーフリーも対応されております。ブルーライトカットが搭載されております。目に優しいです。気になるですね、インターフェースは5つ。まずは HDMI 一つついております。続きまして USB Type-C、 これが結構珍しいんですけども、 Type-C が使えるものはですね、例えばスマートフォンの画面をこのですねディスプレイの大画面でですね見ることができる仕様となっております。続いてディスプレイポート、 HDMI とディスプレイポートがあれば2つ使えるというわけですね。続いて USB が2つついております。さらにですね、オーディオのスピーカーの接続端子もあります。このモニターなんですけども、 5W のですね右左側ついた内蔵のスピーカー、ステレオスピーカーがついております。ただですね、ステレオのアウトもついておりますので、このスピーカーじゃ物足りないなと思う方はですね、別にスピーカーをつなげることができます。表面処理はですね非光彩となっております。これもですね、結構選ぶ方によって違うかと思うのですが、まあ綺麗にですね映るクリアもあるんですけども、クリアだとですね、まだ編集中にですね部屋の中の外観が映り込みが激しいので、今回ですね非光彩というところもですね、監督にとってはポイントが高かったです。重量は 5.2 キロあります。こちらですね、定価39,990円となっております。ちなみになんですけども、監督がですね Amazon ブラックフライデーで 23,992円で購入しました。あとゲームをやる方、こちらですねゲームモードが3つついております。
というわけでですね、今回ですね、新たな28インチ 4K ディスプレイ。今回こちらですね、自分の映像編集のサブモニターとして使いたいと思います。お値段的にもコスパがかなり高いので、もし興味がある方はですね、こちら概要欄に詳細リンク貼っておりますので、興味がありましたら、ぜひご覧ください。はい、この動画でですね、おすすめしたい商品ですとか、映画ですとか、本ですとかを紹介しております。もし興味がありましたらですね、他の動画もぜひ見ていただければなと思っております。では、次の動画でまた会いましょう。4K 液晶ディスプレイ、 4K モニターディスプレイを紹介。 4K モニター、 4K モニター、 4K モニターディスプレイを紹介。こうかこうかこうか。